3位という成績になりました武良崇人選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今滑り終えました。今はどんな気持ちですか？そうですね、まあ、やっぱり最終滑走という、まあ、1位で迎える最終滑走というプレッシャーってこういうものなんだなっていうのをすごくいい経験として得ることができましたし、またその中でやっぱりしっかりやることをやっていかなきゃいけないなっていうのをすごく実感した試合でした。でもすごくやりきったっていう気持ちはすごく強いので、また次の試合に向けて練習をまた重ねていきたいなと思います。その最終滑走のプレッシャーというところも含めて、まあ、それも経験だと思うんですけれども、今シーズンはですね、非常に安定した成績が目立っているように感じます。どこが今シーズンはいい自分というふうに判断してますか？そうですね、まあ、すごい基礎的なところからジャンプの応用まで本当に幅広く練習を積み重ねてきた結果だと思うので、また今回こそ優勝というものを逃しましたけど、また来年に向けてその同じようなシチュエーションになった時にしっかりやれるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。